とこに、はい、すいません、始まりました。何ですか？こんにちは、宮瀬龍美くんです。本日はインスタライブをやりたいなと思って柴田さんに、LINE しまして LINE しましてやるぞってなりました。なんか聞くとこによれば、リュビーズが、まあうちのね、グッチマネージャーさんから、まあタレコミが入りまして、リュビーズの皆さんが嫉妬してます。これは問題だとね。やっぱみんなの近くに、始まる前に、始まるまでのね、この今何時？40分、だからまあ15分ぐらいやって、まあ55分までね、この近くに、できる限り近くに、そばにいてあげようと思ってインスタライブすることになりました。いやーね、本当にもう嫉妬しちゃうんだから、もうだからもう近くにいてあげる、今日は。そうそう、カリオくん T シャツ買って、ありがとう。そう、あのね、三浦さんがカリオくん T シャツを、これエピソードがあって、まず僕が現場入っててね、現場入ってて、あ、おはようございますって言って、こうやってなんかマッサージしてもらってて、まあこうちょっと横目でこうちらって三浦さん、あ、おはようございますみたいな感じになったんですよ。そしたら三浦さんが、リュウビーって言ってきて、お、なんですかって言ったら、翔平さんがバーンって言って、このカリオくん T シャツを着てきたって言ってくださって、もう本当にもうびっくりしまして、そしたらなんかね、現場でね、現場のそのまあ僕が共演させていただいてる方々には、お、金近さん来たじゃないですか、この間なんかインスタライブで僕のことを言ってたらしいじゃないですか、シェイシェイ、なんか金近さんから教えてもらった、なんかこれがなんかあれらしいよ、なんかいい意味らしいよ。で、何の話だっけ。あ、まあバーン言って、みんな、あ、そう、現場でね、流行ってるのよ。そう、流行っていまして、なのでもういろんな僕の共演するホストで共演した方がみんな来て、グラシアス、グラシアス、あ、これグラシアスって意味なの、なるほど。で、なんか来てくださってて、やべ、カネチーさんにあげてないんじゃね、あー、カネチーさんごめんなさい、すいません、許して、今度届けに行くんで、LINE しますね、はい。で、まあ、みんな来てくださっててすごく嬉しいです。ゆきさんも可愛いって言ってくれたし、なんなら翔平さんの息子さんはこのカリオくんを抱いて寝ているらしいです。で、皆さん気になったと思うんですけど、ヤギコリお家もらいに行くから大丈夫、いやいやいや、お家もらうのは勘弁して、荒らすのだけやめてもらっていいですか、はい。で、まあこれがヤギッコリーで、なんとここにはですね、ゆせちゃんがいるんです。はい、すいません、はいね、あ、もう一回言うよ、もう一回言うね、序盤に言ったんで、今、まあ、見てくださった方増えたと思うんで言うんですけど、まあ、今回の5話が僕メイン回なんですけど、5話で、まあ、僕の予告見て、まあ、発狂が続出ということで、発狂している皆さんに僕は、まあ、もうできる限り僕は近くにいてあげたいということで、今回インスタライブをさせてもらったんですけど、まあ、そんなもうこんないいね、いい人、いい人、優しいって思われたいです、やっぱり。言っちゃいました。え、何、ゆせ共演者みんなにヤギッコリ配っててマジ死ぬ、よし、いやいや、これはもう僕だけにって言ってたよ、嘘、みんなに配ってるの、嫉妬しちゃう、はい、すいません、はい、すいません、本当にすいません、はい。あ、
そうです。ここでまあせっかくの機会なので、お知らせです。僕のファーストシングル、まあファーストの曲、ファーストソング、アウェイク、皆さん聞いてくださいましたか？聞いてくれてありがとう。声は聞こえないけどやっぱ気持ちは伝わるね。うん、ありがとう、ありがとう。すごく MV も公開されて、いろんな方に聞いていただいていて、すごく嬉しいですし、まあ僕からは、友達に LINE 送りまして、聞いてねと言いました。はい、僕からも普及しているので、皆さんね、いろんな友達にも普及してあげてください。ありがとうね。Go, go in my way。 振り付けは湿金さんの和樹さんがやってくださって、すごく最高な振りになりましたので、皆さんぜひ。トレンド入ってる、ありがとう。おい、カリオトレンドに入ったってよ、カリオ。あ、カリオね、カリオはね、量産型なの。カリオ、おい、トレンドに入ったってよ、カリクリオ、クッションのカリオ。そうなのか、 T シャツのカリオ。そうなのか、でかいクッションのカリオ。はい、ということで、まあもう見てくださいましたか？ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。まあ僕 LINE の表示を新着メッセージにしてて、まあインスタライブしてても LINE がわからないわけですよ。なんでこれがもし柴田さんだったとしたら、僕は何かしてるのか、まずいことをしてるのか。してないよな。別にしてないな。大丈夫だよな、カリオ。多分ユセからだと思うんだよな。ユセ、ワールド全開すぎて無理。いやいやいや、通常です。通常展開、すいません。なのでね、はい、よろしくお願いします。何が。はい、これはヤギッコリーで、僕のメインのカリオくんが隠れるのは嫌なので、ちょっとヤギッコリー、これハード、これ外すこともできるんですって。でこれ外すので、まあやば、こうやって置いとこう。僕のこのソファーですね、バナナみたいな形になってるんですよ。うん、今日テンション高いね、いつも通りやわ。うん、それが通常だったらやばい。いや別に通常なんだけど、どうしたらいい？聞いた？ちゃんと聞いてくれた？さ、みんな聞いた？僕はファンの人が、でももうさ、この間さ、エゴさしたわけですよ、僕が。したらなんかね、リュービが私のプロフィールまで飛んでくんでやだみたいに言ってたんですけど、本当は嬉しいんでしょ？見ましたからね、みんなのプロフィール、いろんな方がいましたね。はい、すごい面白いんですね、 SNS って。そんなことも言ってるのとかいろいろあるんですよ。はいはい、 T シャツシワシワやめとけ、さっき乾燥機回したばっかなんだから。なんでこれずっと垂らしてんだこれ。そうだから、もうね、みんなのことをちゃんとエゴサしますから。これは違うけどさ、エゴサしますから。見てるからね、見てるから。みんな反応してくれてありがとう、アウェイク。怖いって言うな。怖いはいいだろ、別に怖くないだろ。うん、怖くはないよね。ファン思いなリュービック優しいね。どんどん出していこう、そのコメント、どんどん出していこう。私のカリオって言いますシワシワ、別にね、これシワシワでもいいと思うんですよね。はい、これはね、私服ではあんまね、僕も着ないですから。ユセの写真集見てないんだよ、見てないんだよな。もらってないしな。うん、もらってないのよ。あ、自分で帰って、そうだよね。髪の毛切らないのちゃうんです、今ね、役でね、伸ばし中なんですよね。切れないんですよ、つながりというものがありましてね。え、難しいですよね。
着こなし方を教えてください。あ、まあこの着こなし方はですね、そうですね、まあこれはインナーとして使うのもありですよね。なんか T シャツ、車赤の T シャツとかにこうお父さんがよくやるんですけど、こうやって白の部分ここ出して、ここ T シャツで赤でみたいなコーディネートをして、もしもですよ、その上に羽織った T シャツがちょっと透けていたら、透けているのであれば、ここからカリオくんがうっすら見えるぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。うんうんうん、ホスト見てますよ。おでこ殴られてましたね。はい、あの夏目くんにぶん殴られました。そろそろ夜空流星の時間で、あ、そう、あと4分。じゃあとりあえず忘れそうなんで、じゃんけんだけやっといていいですか。いつも通りのじゃんけんいきます。最初はグーじゃんけんぽい。僕はチョキを出しました。ということで、グーの人は負け、あ、勝ちよ、勝ち。パーの人が負け、チョキの人はアイコでハート、アイコでハートです。なので全員まあオッケー、いい感じ。負けても勝ってもいいわけですよ、別に。はい、勝負じゃないんでね、楽しんで、できればいいなって思います。そこ in my way 輝く僕らの、これマジでむずいんですから。パン、サビがね、 Go in my way 輝く僕らの、違うな、So go in my way 輝く僕らの days 走り出す僕らの fate 信じ合えるこの場所がルー、君なのさ、みんな君なのさで、ちょっとなんかキュンってしてるっていう、なんかエゴサ見つけました。エゴサ見つけました。コメント見つけました。はい、うんうん、振り付けむずい、そうなのよ、うん、教えたいんだけどむずいのよね。みんなさ、 TikTok とかでもっと踊ってや、見てるからね。TikTok の音源の場所あるじゃん、音源の場所飛んで、リュービーズが踊ってくれてるのを見てますよね。まあ、顔隠してる方もいれば、顔出して踊ってくれてる方もいて、僕一番最初にねダンス動画出してくれた方覚えてんだよね、内緒だけど。でも君、そこにいる君分かってるでしょ。ちゃんと見たからね、ありがとう。ダンス音痴なの？おい、どこがやねん。え、俺が？あ、あなたがね。うん、慣れればいけんだよ、感覚で。いけるよ、頑張って。So go in my way 高いのよ。はい、で今週は5話ということでホスト相続しちゃいましたね。すごくいい回になってます。これ言うときさ、みんな嫉妬しちゃうんだもん。あのね、お仕事ですから、何回も言いますけどね。あ、そう、スクールオブロックさんで、ミヤセロックス、ロックス、皆さんぜひ聴いてください。リュウビがホスト変わって、どうなってくんだろうね、リュウセイくん。オライとか言っちゃうのかな。今日のアフターどうする、おい、俺に投資しろよ、とか、やっちゃうのかな。5話見るのしんどいんだけど、どうしたらいい。大丈夫だよ、作品だから。まあ、ある意味僕じゃないから、流星くんだから、わかる。そう、あ、そうです、今日でももクロさん15周年です、おめでとうございます。この間実はですね、田中先生の収録の時に実は違うスタジオで音楽番組をやっていって、ももクロさんとすれ違って、エレベーター一緒だったんですよ。はい、皆さん優しかったです。あ、もう55分だ。皆さん、見る準備をしてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、流星タイム、まあ、リュービタイム、できたらしたいなと
思うので皆さんぜひまた見てください。こんなねゲリラでやって1万人超えの方が見てくださってすごく嬉しいです。うん、宮瀬隆美って俳優役のホストだけちげえわということで、皆さん楽しんで見てください。嫉妬すんなよ。ま、俺はお前らのことが大好きだから。お腹鳴った。おやすみ。あ、違う違う、見て見て見て、おやすみじゃない。見て。バイバイ。今日の、夜ご飯まだ